東南アジアの民主化の動き。はい、どうもミニ池先生です。さあ、今回は ASEAN の独立問題を見ていきましょう。東南アジアの問題です。東南アジアってこちらにあるよね。旅行するにはめっちゃいい場所なんでね、皆さんもぜひ行ってください。1967年に ASEAN 東南アジア諸国連合が発足します。意外に古い年代でしょ。1967年押さえてね。もともとは旧ソ連を中心とする社会主義国家であるベトナム、ラオスに対する防波堤として形成されたもので、政治的な対立からできたものだったんだけど、冷戦が落ち着きを見せてきた1980年代から90年代にかけて経済的な結びつきへ変化しました。 ASEAN の中でもインドネシア、フィリピン、シンガポールは開発独裁という形を取りましたね。インドネシアのスハルト、フィリピンのマルコス、シンガポールのクアンユでした。では ASEAN の地域紛争を見ていきましょう。まずは1965年から75年のベトナム戦争。南ベトナムの共産主義化を恐れたアメリカが介入したことによって泥沼化していきます。北ベトナムの方はベトナム民主共和国と言って、南ベトナムの方はベトナム共和国と言いました。北ベトナムの方には共産主義のソ連がつきます。そして南ベトナム解放戦線、ベトコンというのも北ベトナムの方。ベトナムの共産主義化を恐れたアメリカは南ベトナムを支援する形。アメリカが1965年に北ベトナムを空爆、北爆をするわけです。そして地上戦に拡大。アメリカが枯葉剤を撒くなど非人道的な行為が世界から非難を浴びました。まさに米ソの代理戦争、民族解放闘争の典型的な事例がベトナム戦争です。続いて1989年から2015年、ミャンマーの民主化。ミャンマーってこちらにありますね。縦長の国です。非常にいい場所なんでね、ミャンマーはめちゃくちゃおすすめです。仏教の国なんですけどね。1948年にイギリスから独立した建国の父アウンサン将軍が民主主義国家へと独立するために尽力したんですが、直前で暗殺されてしまいます。アウンサンスーチーのお父さんですよ。その後ネ・ウィンによる独裁政治、軍事政権へと転換していきます。ミャンマーは軍事政権だというのは結構出てくるんで押さえておきましょう。1989年に植民地時代に呼称していたビルマから国名を変えてミャンマー連邦に変更されています。1989は時代の転換期でした。この旗に変更されたのは2010年です。1989年にアウンサンスーチーは仲間と共に国民民主連盟 NLD という政党を作って民主化運動を進めていきます。アウンサン将軍の思いを継いでいくわけでしょ。1989年にアウンサンスーチーは軍の活動を妨害したとして自宅軟禁されてしまいます。が軟禁されている状況でも立候補して選挙で NLD が勝利することになります。しかし選挙の結果を軍は無視して、この選挙は無効だということですよね。国軍だけが母、国軍だけが父、周りの言うことを信じるな、血縁のことだけを信じよう、誰が分裂を企てても我々は分裂しない、というすごい言い方ですけども、軍隊が非常に力を持つっていうのがミャンマーの特徴。この中でもアウンサンスーチーは民主化運動を展開。1991年にノーベル平和賞を受賞します。自宅軟禁が解除されたり、軟禁が続いたり解除されたりというのが続いていきます。ノーベル平和賞受賞式は自宅軟禁のために21年後に実施されたということです。そして2007年、仏教徒による軍事政権に対する反政府デモが起きます。お坊さんが練り歩いていますよね。当時の軍事政権の首相が亡くなりました。国際社会の支援もあってアウンサンスーチーの軟禁は解除されます。2008年に新憲法案が国民投票で可決され、2011年に新大統領が就任、民主化に進んでいきます。ただしこの時アウンサンスーチーは大統領にはなれません。もともとイギリスに住んでいたということが理由だそうです。2015年、 NLD が総選挙に勝利して軍部から政権を奪還します。アウンサンスーチーのここから腕の見せ所というところですが、ミャンマーにはロヒンギャ問題というものがあります。ロヒンギャとはベンガル系イスラム教徒と言われているんですが、イスラム教徒による警察施設などの襲撃事件をきっかけにミャンマー政府による掃討作戦が展開されます。約60万人のイスラム教徒ロヒンギャが隣国のバングラデシュに逃れました。国連はこの行為は民族浄化だと批判しているんですね。ミャンマーは 87.9% が仏教徒の国、少数派のイスラム教徒が弾圧されているという問題に解決策を見出していくというのもアウンサンスーチーの大事な仕事になってきますが、このロヒンギャ問題に対してアウンサンスーチーは口をつぐんでいます。続いて2002年、東ティモール独立問題。東ティモールってね、このインドネシアの島々にあるここの小さい部分です。1975年にポルトガルの植民地から独立の動きを見せるんですが、インドネシアの独裁者スハルトが東ティモールを侵略占領します。スハルトといえば開発独裁、経済優先の大統領でした。もちろんこの付近では石油がたくさん取れます。
インドネシアのスハルトが東ティモールに侵攻している、東ティモールの誰か助けてということでソ連に接近するという形です。国連はスハルトは東ティモールから即時撤退をすべきだって求めたんですが、東ティモール側がソ連と接近している疑惑があったことから、アメリカとオーストラリアはこれを黙認します。そんなさなかサンタクルス事件が発生。サンタクルス墓地前で東ティモールの人々が独立を求める運動を行っていた。この群衆に向かってインドネシア軍による発砲、大虐殺が発生してしまいます。1998年にインドネシアを支配していたスハルト大統領が学生運動によって退陣したことをきっかけに、1999年国連東ティモール暫定統治機構が設立。2002年、21世紀入ってからですね、東ティモールが独立を果たすということです。以上が東ティモール独立問題でした。続いて1978年から1991年、カンボジア紛争。もともとカンボジアはフランスから独立してシアヌーク国王の統治下にあった王国です。隣国のベトナムがアメリカと戦争を始めたことに翻弄されてしまうんですね。ベトナム戦争です。東西冷戦の時にはカンボジアはアメリカとソ連どちらにも肩入れしませんよということで中立を保っていたんですが、ベトナム戦争で北ベトナムが一旦カンボジアの領内を通って南ベトナムに侵入していたのをカンボジアは黙認してしまいます。これに対してアメリカはブチギレるわけですよね。アメリカはシアヌーク国王が外遊している時にロン・ノル将軍を擁立、軍事政権を作っちゃいます。シアヌーク国王は外遊先のモスクワから帰れない状態が続いたんです。その時に頼りにしたのがポルポト、クメール・ルージュ、カンボジア共産党というのを率いて毛沢東の理論に感化されている人ですね。まさにザ・共産主義って人です。1973年にアメリカはベトナム撤退を宣言して、そのバックアップを失ったロン・ノル軍事政権も崩壊します。ってなると1975年、ポルポトがクメール・ルージュを率いてプノンペンに乗り込みました。さあここで民主化がスタートするのかと思いきや、シアヌーク国王は幽閉され、大虐殺が始まります。ポルポトが行った大虐殺はナチスやスターリンの大虐殺をも超えると呼ばれる20世紀最悪の自国民大虐殺でした。国民の約3割を虐殺、とりわけ教師や専門家といった知識層を徹底的に殺していきます。常に疑心暗鬼だったポルポトは自分より賢い人たちを徹底的に殺していったんですよね。さらにその家族まで殺していきますから。その大量の虐殺が行われた場所がキリングフィールドって場所で、ここには虐殺された人々の頭蓋骨が展示されていました。ぎっしりと並べられたその多くは陥没してしまっています。撲殺されたということですよね。こちら行かしてもらいましたが、さすがにちょっと背筋が凍る思いがしました。さらに宗教を禁じ、寺院を破壊し、教育を否定し、病院も閉じて共産主義の敵として貨幣もなくしていくということで、独裁の限りを尽くしていくわけです。もちろんこんな状態が長く続くわけもなく、1979年にポルポト軍の幹部ヘン・サムリンがベトナムに助けを求めて、ベトナム軍がカンボジアに侵攻してきてポルポトを追い出すことになりますが、そこで内戦が勃発するわけでしょ。ヘン・サムリン派、ベトナム派とポルポト派、新中国派ですね。ポルポトは共産主義ですから。シアヌーク派っていうのも戻ってきていて、これはベトナムのことが嫌いです。よってこの三者が三つどもえで内戦を行ってしまうということです。1991年、パリでカンボジア和平協定が成立し、22年ぶりに内戦は終結します。1992年より国連カンボジア暫定行政機構、アンタックが活動を始めています。日本も PKO 協力法によって初めてカンボジアに派遣して、地雷の撤去や平和維持活動を行っていましたよね。最後にマレーシアの総選挙を見ておきましょう。1957年の独立以来政権の座にあった国民戦線は、多数派のイスラーム教徒のマレー系民族の支持基盤があり、政権を維持してきたが、総選挙で敗北し、初の政権交代が実現。首相の汚職疑惑や若年層の変革を望む声が大きく、野党連合の希望連盟が選挙で勝利。マハティールが首相に就任。なんと御年92歳で就任ということで、世界最高齢での就任になりました。現在もやっていて95歳になっております。以上、東南アジアの問題に目を向けました。近くの国なんでね、しっかりと意識してみてほしいなと思います。今日はここまで。